はい、こんにちは。女装エアガンシューター星野由美子です。今日も、こんなね超ミニスカでエアガンシューティングしていきたいと思います。今日は、こんなね超ミニスカで、登場しているんですけども、イメージとしては、女装学園の、射撃部っていう感じで、今日は動画を撮っていこうと思います。学校の射撃部っていうとやっぱり精密射撃っていう感じなんですけども、エアソフトガンで精密射撃っていうとやっぱり APS というのが有名です。これは3つの競技があって、それの得点を競う競技なんですけども、その中で一番メジャーなのがブルズアイというターゲットシューティングなんですけども、今回はちょっとそれをやってみようかなと思います。APS というと、これは、専用の、競技専用銃じゃないと、出場ができない、カテゴリーになります。私も、1機、持っているんですけども、これで今日は精密射撃をしてみたいと思います。それではちょっとね、おこそかに箱から出してみようと思います。それでは早速開けてみたいと思います。ご開帳。はい、こちらが APS 専用銃 APS-3 というエアソフトガンです。こちらは、精密射撃に特化したエアソフトガンなので、ちょっと連射とかねそういうのはできないんですけども、命中精度は、ピカイチな、エアソフトガンになっています。マガジンの装填数は、こういうね細長いマガジンなんですけども、これに5発、入って、それを1回ずつコッキングして撃つような形になります。 APS のブルズアイのターゲットはこういう形になっていまして、直径が5センチ、そしてこの黒い点が2センチです。この黒い点が10点圏で、このターゲットに向かって2分間で5発撃つ競技です。これを2回繰り返して合計100点で競う競技なんですけど、はい、それでは早速 APS を撃っていこうと思います。今回は公式戦に近いような形でちょっと実際撃ってみようと思います。まずルールなんですけども、先ほどの APS-3、これをむき出しで持って歩かない、このようなね、ケースで撃つ瞬間まではケースに入れておく、これがルールです。そして、一旦シューティングボックスに入ってしまったら、それは撃ち終わるまで出れませんので、予備の弾、それからマガジンと全部用意してから入らないといけません。では始めていきたいと思います。今日は女装学園のデビュー戦なので、可愛い声援が飛び交ったりします。ユニコちゃん頑張って。そして気をつけなきゃいけないのはケースから出すときなんですけども、開けたときに銃がダウンレンジの方向に向いているようにしないといけません。ですので、このケースを開けたときの銃の向きというのをちゃんと覚えておく必要があります。このようにして開けてしまうとペナルティを取られる可能性があります。ブルズアイターゲットは
2分間で5発打ちますので、こちらの方に、タイマーを、設置いたしました。本来は、審判の方がいらっしゃって、残り時間を教えて、くれる形になっていますけども、今回は、ね、私しかおりませんので、タイムをセットしてスタートをしたいと思います。でまず準備の段階で1回だけサイティング練習ができます。これは審判の方がそのような指示をしますので、もむろそしたら1回だけサイティング練習をします。よろしければ球を装填して競技に入ります。球は先ほどのねコンマ2球のバイオガンです。で一回コッキングをしてセーフティーをかけた状態で、ここから、競技が開始になります。審判がレディーゴーという掛け声をかけますので、そしたら試合がスタートします。2分間で5発です。ますかっていうのを言われたりするんですけども、まあ、見たくなければもうそのままで、次のターゲットを打つような形になります。はい、では、次の、ターゲットむちゃくちゃなターゲットなんだけど、
ってるんですけども、定価も、まあ終わったというふうにしましょう。でターゲットを回収して採点をしていきたいと思います。上層学園はちょっと、成績が低迷してしまったみたいです。ちょっと採点してます。はい、採点が、終了しました。今回の、上層学園ゆのこ選手の、成績は、1回目33点、2回目は、43点ですね。で合計で76点でした。100点満点中76点。ちょっとね、今回の成績で多分助走学園は多分最下位になってしまったのではないかなっていう感じです。はい、ちょっとね、MBS も少し練習しないといけないなと、ちょっと思ってしまいました。全然最近やってなかったので、やっぱりやらないとダメですね。はい、はい、今回は、このね APS3 を使ってボルザイターゲットを、ちょっと打ってみました。この APS、この APS3 なんですけども、なかなかね再生産にならなくて、手に入りづらい、エアガンだったんですけども、今年になってね、ずいぶん、増産ができたらしくって、このバーソさんでも、たくさん在庫があるみたいです。もしね、この APS3、欲しい方おられましたら、ぜひともバーソさんでお買い上げくださいませ。アフターサービスも万全です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。超ミニスカートの、助走学園2年生星野由美子ちゃんでした。さあ、注目の超ミニスカがトレードマークの助走学園星野選手、どんなシューティングを見せてくれるのでしょうか。楽しみです。